効果てきめん？ダメの言い方。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。1歳1ヶ月のいちかちゃんは近頃上手上手の拍手を覚えてご満悦。今回あやかママからこんな相談が。好奇心旺盛な時期で注意ばかりしています。してはいけないことを教えるのが難しいです。先生どうしたらいいですか？お答えするのは心理学博士の山本由紀子先生です。乳幼児にやってはダメなことを教えるのはとても難しいことです。実はやりたいことを抑える働きをする脳の部分の前頭葉は10代前半まで未熟です。発達が未熟な子どもはやりたい気持ちの方が勝ってしまって我慢ができないのです。何にでも挑戦したい時期で子どものやる気を大事にしたいところですが、まずは自分と他人を傷つけることはしないということを教えましょう。具体的には危ないことをしたり触ったりすること、またお友達を叩いたり押したりすることはやってはいけないことです。ダメを効果的に伝えるにはどうしたらいいですか？まだ言葉の意味はわからない小さな子どもでもママの本気を伝えることはできます。ポイントとしては低めの声で話す。子どもと同じ目の高さになり、真剣な表情で淡々と言って聞かせると直感的に伝わります。近くで手を取る。危ないことをしたときは遠くから怒鳴っても分かりません。素早くそばに行き手を取り、やめてを伝えましょう。ダメな理由も言って聞かせます。環境を整える。してほしくないことはできない環境にしてしまいましょう。言葉が分かってきたときのためにも赤ちゃんのときから言い聞かせをしておくといいですよ。先生ありがとうございます。頑張って実践してみます。いちゃん頑張ろうね。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。